すごいっすよ。え、静かすごいっすね、これフルフラットになるんだ。あー、これはすごい。車の話坂戸店のコーナーです。はい、やってまいりました。また久々に坂戸店ですよ、今日は。ようやく戻ってこれた。戻ってこれました、我々の坂戸に。ようやく戻ってこれた。長かった。長かったですね。出張しかしてないもんね。はい、軍祭にも行きましたしね。そうだよ、そう。またでもすぐ軍祭あるけどね。そうなんですはい、というわけでですね、はい、本日はまたスペシャルな車が来たと。まあまあ、見ればわかるんですけど。はい、いうことで、早速行きましょう。新型のレクサス LX600 オフロードでございます。すごいっすね。もう僕なんかね、手が届かなすぎて、もうここら辺からこう、行けないぞ。ここから先に行けない。触ろうと思って初めて実車見ましたよ、 LX 新型の。すごいですね。はい、こちらのお車、車両本体価格1290万円。よっ、まあ、きっとね、乗り出しオプションとかつけていくとね、1500、セノペグぐらいはね、まあ、まあ行くよね、行くんじゃないかなと思うんですけれども。はい、はいはい、黒かっこいいですね。まだ新車の匂いがします。そう、さっきね、ちょっとエンジンかけてたりしたんですけど。あ、新車、焼ける匂いがね、新車っすね。新車の匂いですね。はい、はい、というわけで、じゃあまずね、エクステリアから見ていきましょうか。まあ、レクサスは特徴的ですよね。このライト周りがこうすごいこうエッジが効いててかっこよくてシャープなのが、うん、まあ個人的にね、レクサスの特徴かなと思ってたりするんですけど。でも前の方と比べるとちょっとまあ丸っぽさが出たというか。へえ、俺全然レクサス知らないから。前のモデルはちょっとカクカクしてたようなデザインだったんですけど、ああそう、まあ、全体的にちょっと流線型というか、フォルムがだいぶ、はい、あとグリルが特徴的な気がする、レクサスって。スピンドルグリルですね、うんうん、そうそうそう、はい、全く何の名前のグリルなのか全くは知らないですけど、はい、ヤマドゥさんがね、どん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 知識をぶち込んできてくれるんで、はい、まあ、僕も言うほどそんなにレクサスすごく詳しいわけじゃないので。よ、レクサス教。いや、おかしい、乗ってないんですからね、よ、レクサス。よ、レクサス教。はい、はい、で、というわけで、じゃあ他行きましょうね。まあ、あとはあのサスペンションは、うん、エアサスが入っているということで、もちろんね、なんか車高がこれも調整できるんだよね。はい、車高は調整できるようになってます。すごいね、最近の車なのにこれが何一般についてるわけ。あの高級車当たり前のようにエアサスがついてますよね。へえ、すごいな。これオールシーズンタイヤですかね、もしかして。あ、そうっぽいっすね。はい、分かんない、オールシーズンじゃないのにオールシーズンとか言ったら怒られそうですね。はい、怒られるんでちょっと、はい、そこはテロップが今入ってると思います、はい、ダンロップの AT23 って書いてあるね、はい、あ、6ケツですよ、しかも。あ、本当だ、やっぱりこのぐらいの大きさになるとそうなんですね。6ケツになるんですね。確かに確かに、まあ、車両重量もあの 2.6 トン近くあるので、まあ、非常に重いです。これ LX600 で何でしたっけ、オフロード。オフロードです。そうですよね、はい、オフロード結構6ケツ多いんですよ、やっぱりタイヤとかに荷重で結構負荷かかるんで、うん、だからジムニーとかああいうオフロード系の車も6ケツとかあったりするんで、はい、だから結構、へえ、まあね、そうなんだ。もう 見たままですよ、もう説明する必要がありません。美しいです。あ、美しいですね、はい、てかでかいね、うん、でもあれですね、あの窓ガラスが若干グリーンっぽい色してますね。確かに確かに、はい、やっぱあれですよ、こう後ろにね、こう重鎮を乗せるんでちょっとスモークがかかってます。スモークもかかってますね、はい、いやすごいですね。もう SP とか、まあ、こういう車乗ってみたいですね、後部座席で。もうひろきさん、後ろヤマドゥの S2000 の横とかダメですか、ね、本当に。ヒロキさん、後ろを見ると、まあ、最近のね、あの RX とかもそうですけど、このレクサス、レクサスですね、確かに、はい、はい、というわけでヒロキさん、外装見終わりました。気になるところは見ました。はい、内装は新車なのでね、つけて見ていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速、じゃあ運転席の方からいきましょうか。そうですね、はい、うわー、すごいな、これもう、もったいなくて触れませんよ。いや、触っとるやないですか。もうドアの今、高級車っすね、開け方もね、重厚感がある音でしたよね。うわー、綺麗ですね、やっぱり。あ、僕の携帯がありますけど、ここでしっかり充電できると。置くだけ充電ついてます。置くだけ充電、はい、そう、あの今、僕の iPhone13 が、13 Pro でもこう充電できるかってやつなんですよ、はい、無事カバーつけなければ充電できました。カバーつけると大きいスマホがね、ちょっと入りきらないみたいなですね。プロマックスなんですけど、一番大きいやつで、これカバーつけると充電できなかったんで、はい、まあ、このカバーがないと充電ができる。いや、でもすごいですよ、だってこのシートの質とね、はい、このステアリングの質、朱色の、そう、ステアリングになって、これ、これ多分木なんですよ、ウッド入ってますよね。これすごいですよね、なんでこう木をここまで曲げて綺麗につけられるんですか。僕やったら多分割れますもん、これ絶対。いや、これ普通にはつかないですよ絶対。すごくこう熱をかけながら丁寧に作ってるんじゃないですか。すごいですね、なんか、はい、知ったようなこと言ってますけど、はい、もしかして、はい、全然知識がね違ったら、ね、コメント欄で、ね、叩かれますから。そうです、はい、そうです、
あでもほらこういったところにねほら木を入れたりして高級感やっぱありますよね。あとこのドアのトリムのところにも使われてますからね。そうそうそう、やっぱこういうところいいですよね、こう大人っぽいデザインで、はい、ものすごくいいなと思うのと、最近はディスプレイがよく見やすくなってますよね。そうですね、横長の大型のディスプレイだし、まあ、あとその下にあるディスプレイも気になりますね、うん、これあれ車のあれでしょ、データが出て上でナビがつくタイプのやつ、ね、はい、あと多分エアコンの操作パネルとかですかね。そうね、あとこれもまたすごいんですよ、じゃじゃん、ひろきさんそれ冷蔵庫ボタン1個ないですか。あるクールボックスとかである、はい、冷蔵庫にあるらしいですよ。すごいっすね。何入れます、ガリガリ君ですかね、やっぱりここら辺溶けますよ。あ、そうっすかそういうんじゃなくて、はい、アイスはあの溶けますからね。なるほど、はい、そんなに冷たくはならないので。これ何がすごいって両方どっちからでも開けるんですよ、これすごくないですか、はい、しかもちゃんと片側が閉まってないと、そう片方は開かない、開かないですか、ね、そうです、はい、でもこれ両方同時に押したら開くんじゃないですか、わからないけど、あで大丈夫ですね、子供とかだとこうやりたがらないですか、こうでこれ両方押したらどうなんの、ああ大丈夫ですね、楽しそうですね、はい、ちょっとテンション上がってますね。あいやいやいや、まあ、これから乗っていくと行こうかなと思うんですけど、まあまあすごいこう高級感があって、はい、あとはね、いい普通のデザインですよね、パワーシート、まあまあパワーシートで、はい、ここのステアリングもあれですけど、ちょっと乗ってくださいよ。あ、俺がね、はい、はい、じゃあちょっと俺のスマホ渡しておきます、はい、お預かりします。ちょっと怖いんでね、あの靴下で入っていきますけども、あーすごい、ひろきさんこれは、うん、やっぱりエンジンかけましょう、ちょっといろんなもの見えますから。あなるほど ね、じゃあ、はい、ちょっとエンジンをかけていきたいかなと。静か思います。あれこれかかってんの。かかってます、かかってます、オンズオンズ全然わかんなかった。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、オープニングって言えばいいんですかね。あーすごい、音質もいいです。ここでいろいろ変えられるんですね、はい、まあ、まずちょっとこっちを選択しておかないと多分登録しない。さあいろいろボタンを押していくと、はい、あナビになりましたね。そうそうそう、でドライブモードがこれで変わるんですけど、はい、スポーツ S、そうするとメーターも変わりますね。そうそうそう、レーシングカーみたいなね、ホワイトメーターに。そう、ここで変えられるんですよ。見えるかな？変えられるんですよ。スポーツプラス。はい。スポーツ S。で、これがノーマル。そうですね。コンフォート、エコと。はい。いや、すごいっすね。ちなみにこちらの車の燃費、うん、大体8キロぐらいらしいです。ああ、でも確かに、そんなか。この、まあ、車重だったらね。はい。ちなみに、ガソリンは排ヨク？ハイオクです。あ、ハイオクなんだね。80リッターのタンクでございます。あー、じゃあまあまあまあ全然、はい、いけます、ね、いけます。5、600キロぐらいは余裕なんじゃないですか。はい、でまあパワーとしても400馬力以上出てますから。400馬すごいですね。パワーが出てるのはさすがだな。パワーがめちゃくちゃ出ております。すごいっすね。ディフェンダーの時もね、400馬力あれありましたけど。確かに。でも、はい、大きい車でパワーがあると楽なんですよね、乗ってて。そうですよね、疲れないし長距離移動楽なんで、ぜひね、僕もあのバグが発生したら買いたいなと。バグが発生ですか、はい、僕の銀行口座にバグが発生して、あゼロがいきなり3つ、そうそうそう、ゼロが3つぐらい増えたら買いたいなと思うんですけど、はい、いやでもすごいですね。いやでも後ろも見ましょうよ。そうですね、はい、じゃあちょっと後ろがエンジン切って、おお、さすがパワーシートお車ですね。素晴らしいですね。というわけでひろきさん、はい、次は後ろを見ていきたいと思います。お、じゃあ、はい、開けていきましょう。はい、開けましょう。パカッ、チャッチャチャーン。いやーいいっすね、全然もう部屋です、部屋。かっこいい。そう、めちゃくちゃ平らですね、これね。そう、なんかやっぱデザインがやっぱすごい綺麗で、はい、やっぱこのベンチレーションも意識してあるようなシート作りっていうのはいいですよね。はい、その通りでございます。見てください、あそこに。あ、本当だ。シートベンチレーションにシートヒーター。すごいっすね。そして送風は温度独立してますよ。あー、さすが。なんかパッと見、もう飛行機のビジネスクラス以上、なんかファーストクラスみたいな感じの。はい、ここの、そうそうそう、これ完全にそう。ここの雰囲気もなんかそうですよね。完全にこのビジネスクラスだなっていう感じがするんですけど、はい、まあまあ、できる大人の車として。はい、1台あってもいいんじゃないでしょうかね。あ、そしてね、この車3列もあります。ああ、ちょっと後ろ見てみましょう。はい、後ろもね、開けてみましょうか。はい、では後ろ開けていきたいと思います。はい、もちろんパワーバックドアですね。まあ、ついついね、俺癖でこうよいしょって上げちゃいそうになるんですけど、はい、まあ、最近の車はそういうことはいらないと。はい、はい、ということで、はい、すごいですね、これね。ヘッドレストはね、今畳まれている状態ですけれども。あ、畳、
あ、そういうこと、はい、すごいね、はい、すごいわで、まあ、7人乗りなのでさすがにね、うん、3列目まで上げてしまうとちょっとね、まあまあまあ、短いですよね、はい、短いところありますけれども、あ、はい、あ、なるほど、すぐ算定版が出せる、そうです、ね、素晴らしい、はい、というわけで、まあ、このお車とコンセントついてます、はい、はい、スターバックし放題、はい、スターバックス、スターバックスどういうことですか、違う、はい、コーヒーはどうやってもらえるんですか、いや、まあまあパソコンでね、ここでいろいろできると、はい、後ろのシートでこう MacBook をね、これ見よがしに開いて仕事ができると、ね、いいっすよね、こう動画編集とかで、どうですか皆さん、スタッフ困ってます、ね、スタッフ困ってます、はい、はい、まあそんな形ですけども、いや、あとこれ何、これボタンがありますよ、これなんかボタン、僕たちも見慣れないボタンがついてるわけですけれども、はい、押さないと分かんないじゃないですか、ちょっと押してみましょう、押しましょう、これね、でもね、なんかシートがこう畳まれそうなボタンしてるんですよ、はい、行ってみたいと思います、はい、どうぞ、ぜひポチッ、お、すごいっすね、ヒロキさん、今2列目がすごい動きしましたよ、いや、こういうお化け屋敷ありますよね、急にこうバッて出てくるみたいな、すごいっすね、これフルフラットになるんだ、あー、これはすごい、はい、だからこれをのボタンを押すと2列目と3列目が自動で畳まれるようになってて、あ、ね、まあ、もちろんね、あのセカンドとサードって書いてあるので、あの独立してシートを畳むことはできて、一番サードの3列目のシートは電動で全て、閉めたりとか開いたりすることができて、2列目に関しては下ろすことはできるようです、うん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 、だから荷物ね、長いの入れたいって困った時にはすごい、このボタンを押すと、ひろきさん、まあ確かに、いや、俺は多分ベッド引いてキャンピングカーみたいになっちゃいますけど、こういう感じだと良くないですか、はい、なんか、いや、いいですね、こんだけ広さあれば普通に寝れるし、はい、なかなか LX で車中泊する人いないと思いますけ ど、まあ、僕がやるとそういう使い方になっちゃうんで、はい、あまり参考にしないように、はい、便利ですよ ね、 でもね、便利便利、だってわざわざ、だってそこを開けなくていいわけですから、そうで、ここであれでしょ、はい、スマホで充電しながら、ちょっとやりながらこう、はい、全然寝れないみたいな感じになりますけど、いや、寝ましょう、夜は寝てください、ね、夜スマホいじると寝れないですからね、はい、でも永遠とこうスマホいじりできる 100V 電源、素晴らしい、はい、はい、何の話か分からなくなってきましたけどもねはい、はい、ということで、ね、締めていきましょうかね、じゃあ次はあれですかね、思想、はい、まあ、せっかくね、こんな素晴らしい車をご用意いただいたのと、はい、まあ、乗ってもいいという許可いただいておりますので、あ、分かりました、はい、じゃあぜひひろきさん行ってみようかな、運転してください、僕怖いんで、当たり前ですから、もう雪道まだあれですからね、初心者なんでね、当たり前じゃないですか、これから雪マークですけど、ね、雪マークですけど、はい、僕が行っていきたいと思います、はいはい、というわけで試乗に行ってきます、はい、というわけでひろきさん、はい、行ってみたいと思います、 LX600 でしたっけ、はい、 LX600 オフロード、でかい、でかい、すごいでかいんですけど、うわ、静か、だから高級車あるある、車内がめちゃくちゃ静か、はい、あのディフェンダーの時もめちゃくちゃ静かでしたけどね、でもこれディーゼルじゃないですよね、はい、ガソリンです、すごいな、静かだな、本当に、え、静かすげえな、いや、てか見やすいし、なんか、いや、船ですわこれ完全に、あと見渡しやすい、てかめちゃくちゃ静かじゃないですか、いや、これは確かにちゃんと、だって、まあ、ラリー車と比較するとあれですけど、ラリー車なんて喋っても声が聞こえないですからね、はい、これ音楽流れてないと、あの会話がなくなったらこれ沈黙で気まずくなるぐらい静かですよ、これ、いやいや、すごい、え、そういうなんかあれがあるんですか、いや、ないで す、 ないです、沈黙になって気まずい何か過去があるんですか、いや、ないです、あの助手席にまず人が乗ってないんで、はい、僕はそれ以前の問題ですけど、まあ、よくあるね、はい、ヤフーオークションってね、はい、助手席は使用感全くありませんね、うん、ありますね、スバル乗りあるあるみたいな、うん、でも乗り心地はあれですね、ちょっとこう車もちゃんと、まあ、動く感、なんかちょっと若干突き上げ感がある、うん、今感じもありましたけど ね、 そうね、いや、でもね、思ってるより全然そんな突き上げ感っていうか、まあ、静かで、静かだから余計にこう凹凸とかの乗り越えた時の音を感じるだけで、うん、実際は全然その突き上げてる感じは一切ないですね、なんかこう、なんですかね、乗り心地が良すぎるがゆえに逆に気になるというか、そうね、確かに普通に乗ってたら多分何も気にないです、音楽とか鳴ってたらあまりにも静かすぎるから、まあまあ、車がどんな風に動いてるのかすごく分かりますよね、そう、あとこれすごいのがやっぱり最近多くなりましたよね、この窓ガラスに映すモニター、制限速度から何から全部出るんで、あのヘッドアップディスプレイですよね、そうそうそう、あれすごいいいっすね、しかもこれシートヒーターもついてる、もちろんベンチレーションもついてますからね、これ
ベンチレーション、ね、はい、空気が入るんですか、はい、だからシートから風が出てくる。夏場は使えますね。あ、でも今の時期は寒いと思いますけど。本当だ本当だ、すごい。あ、お尻がスースーしますね。ひろきさん、なんでこれステアリングヒーターも2段階ついてますからね。マジで、はい、いや俺こんな車に乗ったらさ、仮にだよ、もう全くこうお金のことを一切考えずにこの車を一番最初に乗ったとするじゃない、はい、俺絶対ラリードライバーになってないよね。いや、ドライバーになってない、もうあのこれがスタンダードになると後ろで寝てたくなりますね。えらいことになる、はい、だ部屋じゃんこれ。部屋ですよ、もう。すごいね、1200万って言ったらね、家が建ちますよ。はい、中古の家でも全然買えます。土地付きで買えますよ。そうですよ、まあ、土地まで行くと安い土地、あんまりね、山あいに行かないと、まあ、もちろん場所はあれですけどね、はい、すごいね。てかすごい、このベンチレーション仕様がすごいですね。にしても静か。あ、すごい、今スイッチ入れたな、これ、はい、急に暖かくなった。急に暖かくなりました。すげえ、何この速さ。なんかもっとわからないぐらいにじわってくんのかなと思ったら、うん、いや、めっちゃ暖かいわ。あの GR ヤリスにもステアリングヒーターついてて、前乗ったことあるんですけど、その時は1段階だったんですよ。でもこのエレクサは2段階なんですよね。しかもオートってついてるってことは、きっと外気温に合わせて、なるほどね、設定してくれるんじゃないですか。外気温6度ですからね。寒いですからね、今日も。うわ、すごいね。てか、もうなんか、語彙力がなくなる。普通にいい車っていうだけで。うん、普通の車と比べても車高も高いし重いはずじゃないですか。でもアクセル踏んだ時に、こう、体がグッてならないですよね。ないない。だまあそう、グッて踏んでもないんだけど。グッて踏んでもないけど。でも、この手の車だとなんかそれが起きそうじゃないですか。あ、まあまあまあ。重心も高いし。そうね。なんか。面白い車だな。ねえ、ほんとすごいですね、これ。ディスプレイも見やすいし、なんか最近の車って結構ディスプレイも見やすいし、なんか高級感がある。高級感ありますよね。このナビも見やすいですし。はい。まあ、レクサスなので、あの、電話、しながらコールセンターとかにつなぐと勝手にナビ設定してくれたりとか、そう、ホテルの予約まで取ってくれたりとか。いや、ビザカードじゃん。はい、さすが高級車。なんかクレジットカードでよくありますよね。ありますね。すごいな。いやいやいや。あとはその、まあ、レクサスの、まあ、そのレクサスとかトヨタのなんかそのクラブ ID みたいなのがあるらしいんですけど、へ、それを使うとレクサスオーナーズクラブみたいな。はい、でそれで自分が乗るじゃないですか、設定を、うんうんうん、でその設定がもう全部反映されるんですって。いろんな設定が、車の設定とか、はー、すごい、ね、この人が乗ってきましたよっていう。へー。あとはこのスタートストップのスイッチも指紋認証がついてたりとか。あ、これ、はい、この真ん中ポチって色変わってるじゃないですか。これ指紋センサーらしいです。あ、そうなんだ。てか人間にめっちゃ優しい車になってるのか。そうですね。しかもこのエアコンとかのパネルももうここまで液晶になってるっていうのが時代を感じますよね。いいですね。ああ、ダメだこれ、眠くなってくるね、これね。はい、早いですよ。過ぎて。だってまだ3時半ですよ、午後の。いやー、これはいいな。音も静かだし。でも前、あの、ディフェンダー乗ったじゃないですか。はいはいはい。それと比べたら、ひろきさんどうですか？僕はその時運転してないので、比べられるのはひろきさんだけなんですけど。そうね、個人的には、こっちの方がやっぱり、まあエンジンの特性もあるけど、こっちの方が静かっていうか、うん、コンフォート寄りかなっていう。ディフェンダーはもうちょっと走りに寄ってた感じがするんだけど、はい、うん、こっちは結構ね、そんなこともなく、すごくお上品、より高級車な感じがするってことですか。そう、より高級車な感じはありますね。デザインはディフェンダーとかもかっこよかったんですけどね。なんか細かい、そのかゆいところに 手が届きまくる仕様みたいなのが、このあれですね、レクサス LX600。 すごいな。だって車体大きいのに全然大きい感じがしない。まあそうですね、うん、でもやっぱり車高が高いからか、なんていうんですか、まあ周りの車が小さく見えやすいっていうのもある気がしますけどね。ストレスがない、乗ってて、はい、見渡せるから、うん、すごいなこれ。あ、これはいかんな。あったけえ、なんか北海道に行ってるみたい。
っぱ暖かいですか。暖かい暖かい、全然暖かいよ。外気温5度になったし、まあ、これから今日また寒くなるみたいですから。うわ、これは静かだしいいね。これ許してくれないと思いますけど、オフロードじゃないですか。絶対許してくれないと思う。はい、雪とか走りたいですよね。絶対許してくれない。絶対許してもらえないですけど。絶対許してくれないよ。俺でも乗りたくないもん、あんまりこういう車で雪の中は。はい。いやでもそれはやっぱすごい走行性能を持ってるんじゃないですか。いやいや、だってローレンジとかね、いろんなものついてますけど、ドライブモードがいっぱいあるんだよ。モードがいっぱいありますよね。ドライブモードエコ。おお、なるほど。スロットルの感度が良くなりましたね。良くなりました。おお、なんかちょっとしか踏んでないと思うんですけど、すごいポテンシャルを感じますね。速っ。いや、これはすごいですよ。体感で感じる G に対して、まあ、速度が今50キロぐらいしか出てないんですけど、うんうん、そこまでに行く時間とかいろんなものすごく速く感じますよね。確かにね、これすごい。すごいノンストレスですわ。早い。またシートもこれねいいですね。乗り心地、乗り心地というか座り心地が、いやこれはすごいわ。これはすごい。ここの革の質感好きですけどね。俺って逆にこの木の質感がすごい。あ、確かに。ところどころだからハンドルとかのね、ここの内側、はい、にもその木の質感があって、多分これ本物じゃないかな。本物っぽいんだよな。レクサスなんで本物の木じゃないですか。そう、ところどころにそういうこういう木みたいなのが使われてて、すごい高級感がありますね。これはすごいわ。カスタム、カスタムもできるんだ。で、いろんなモードが存在するってことですよね。面白いね。面白いですけど、やっぱりこの短い市場だと分からん、全部追い切れないですね。追い切れない。とてもじゃないけど、多分これグラベルとかアクロに行った時のモードがあって、そうですね、車高も今自動で1段階上がったから、はい、へー、あー、なるほどね。すごいな。静かや。おや、はいはいはい。いやーねえな、この車ってそうだよな、本来こういうものじゃ。皆さん、僕たちが多分乗っている車は車じゃないのかもしれない。車じゃないのかもしれないですね。そうだよ、車ってでも本来こういうもんだわ、はい、というわけで戻ってきました。はい、ありがとうございます。いやすごかったですね、この車も。はい、ひろきさん乗ってきました。すごい良かった。静かだった。うん、なんかアーバンナイトよりさらに静かで、アーバンナイトよりさらにこう、なんていうかな、大人な感じの乗り味。なんかどっちかっていうと、この間乗ったディフェンダーは、うん、なんかスポーツ系な乗り味でしたよね。そう、デザインもそうだし、室内の感じもちょっとこう、はい、ね、あの広く感じたりするんだけど、こっちはなんかね、もう全てがいいバランスでまとまってて、だから乗ってて全然ストレスもなければ、なんだろうな、変なこう突き上げ感もないですし、いやすごい乗りやすくて静かで、ね、俺驚いた。もう語彙力がなくなるぐらい驚きました。僕は乗り心地が良すぎて静かすぎて、うん、逆に車の動きが気になっちゃう。いや、いいんですよ。あなたは S2000 乗っとけばいいんですよ。はい。はい、いや、悪い意味じゃないんですよ。そうそう、あまりにもいいから、まあまあそうね、こんなに動いてるんだっていうのがよくわかるから。そうそう、個人的に長距離移動とかマジでいいなと思って。いや、絶対これいいですよね。そう、よく俺関西とか仕事出張で行くんで、はい、全然疲れないですね、この車だったら。いやいや、買えない買えない。あんな銀行口座がバグったら買えるんですけど、はい、ね、銀行口座噂によるとね、車が、あれ、あ、まあそのうちまたね、あの、はい、1台納車されるかもしれませんが。本当ですか、はい、楽しみにしてます。その車もじゃあインプレッションですね。あ、そうですね、はい、わかりました。はい、はい、というわけで今日はですね、新型の LX600 オフロードのインプレッションを、ね、お届けさせていただきました、はいはい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。
車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。